皆さん、おはようございます。本日の議会は、一般選挙後、最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。出席議員中、高田正治議員が最年長の議員でありますので、ご紹介申し上げます。高田正治議員、どうぞ議長席にお座り願います。ただいま事務局長から紹介されました高田でございます。地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ただいま定席数に達しておりますから、令和元年森山新会第1回臨時会議は成立いたしました。よって、これより開会し、本日の会議を開きます。なお、本審議会の会期は、森山審議会の会期等に関する条例により、本日から令和2年10月15日までの通年会期となりますので、ご承知願います。これより日程に入ります。日程第一、この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席はただいま、ご着席の議席を指定いたします。日程第2、会議録署名の議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、1番、川本浩平君、2番、酒井陽介君を指名いたします。日程第3、これより議長の選挙を行います。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第1項の規定により、投票によりよるものとし、その方法につきましては事務局長より説明いたさせます。事務局長。はい、議長、ご説明いたします。まず、1番議員より名前を読み上げますので、順次記載台にてお書き願います。念のため申し上げますが、投票は短期無記名であります。法定得票数は、地方自治法第118条第1項の規定により準用する公職選挙法第95条第1項第3号の規定により、有効投票総数の4分の1であり、当該得票数以上で最多数を得た方が当選人となります。同数の場合は、公職選挙法に基づいてくじで定めます。なお、白紙投票は無効となりますので、申し添えます。以上、説明を終わります。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員は20名であります。投票用紙を配布いたさせます。
投票用紙の配布漏れはありませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。天候に応じて順次投票をお願いします。天候を命じます。事務局長。はい、議長。1番、川本浩平議員。2番、酒井陽介議員。3番藤原博美議員、4番今江恒雄議員。5番田中久人議員、6番西村博樹議員。7番赤渕義孝議員、8番福井澄子議員。9番渡辺邦夫議員、10番石田誠三議員。11番森重重則議員、12番新野文夫議員。13番国枝俊孝議員、14番山崎直樹議員。15番小西浩二議員、16番小牧一美議員。17番羽津井雅彦議員、18番森高康議員。19番高田正治議員、20番藤木武史議員。以上。
投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたしました。議場の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、開票折り返しに1番川本浩平君、2番酒井陽介君、および3番藤原ひとみさんを指名いたします。藤原ひろみさん、失礼いたしました、を指名いたします。よって、立ち会い人をお願いいたします。選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。事務局長。はい、局長。選挙の結果をご報告申し上げます。投票総数20票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。有効投票19票。無効投票1票。有効投票中、小西浩二議員17票。小牧和美議員2票、以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は5票であります。ご報告を終わります。ただいま報告をいたしましたとおり、15番小西浩二君が議長に当選されました。15番小西浩二君が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第1項の規定に基づき当選の告知をいたします。15番小西浩二君に議長就任の挨拶をお願いいたします。ただいま議員各位より、議長の就任のご承認をいただきまして本当にありがとうございます。身に余る光栄と感謝申し上げます。ありがとうございます。これからの議員運営に議会運営にしっかりと携わり、そして行政と行政の皆さんとは公平公正かつしっかりとした議論を重ねてまいりたいというふうに思っております。どうか議員各位の皆様、私議長を申し訳ありません、第47代の議長としてしっかりと議員運営に携わってまいりますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。以上をもちまして臨時議長の職務を完了いたしましたので議長と交代いたします。ご協力ありがとうございました。